どうも、山です。ふみです。若手 TV です。今回は、代々木にある某東大受験生御用達の予備校に来てみました。はい。この塾ですね、皆さん当然名前も聞いたことありますよね。そうですね。はい。まさにメタルな、はい、予備校ですよね。そうですね。そうですね。いや、この塾、結構ね、凡人からすると、やっぱもう謎に満ちてるんで、どんな塾なのかっていうのを今日実態を暴きたいなと思ってます。そうですね。もうそこ入れば東大行けると言っても過言ではないですからね。はい。じゃあ皆さん、チャンネル登録と高評価、概要欄か Twitter の方もぜひお願いします。わかって TV。この塾に通う方3人見つけました、はい、出身高校聞きましょうか、通ってる高校教えてほしいんですけど、じゃあせーのでいきます。あ、せーので、はい、せーの、せーの、開成です。でも開成やからどうやってもいい、いやいいのかい、開成はどうやってもいい、いいのかい。やっぱり開成高校は行く人が多いですか。全員行ってますね。全員行ってますね。いや、学校指定予備校です。いや、おい、バカだよ。指定はしないです。なるほど。謎に満ちてるんで、この塾の特徴みたいな教えてもらえますか。そう、一般人知らないんでね。特徴ですか。監獄って言われてますよ、ね。え、そうなの、はい、厳しい。宿題とかも多いん で、それで耐えきれなくなった人たちが行かなくなる。開成高校とかでも、ついてけへんやつはついてけへんみたいな。やらんやつはっていう。あ、ついてけ、能力的な問題じゃなくてね。仕組みとしては、なんか、集団授業みたいな感じなんですか。ああ、まあそうですね。普通の宿と考えた。普通の宿と考えた。それはあんま変わんないです。じゃあ何がすごいんですか、それ。教材とかですか。教材ですね、確かにね。有名な単語帳とか出してたりとかしますから。なんか、有名な講師の人とかあんま聞かないですよ。それやったら、東進とかね、河合塾とかの方が聞きますけど。ね、今でしょ。先生は無名っすね。あ、無名。でもなんか、東大の先生が多いとか。ああ、まあそうですね。基本的に東大の先生、東大出身の人が教えてる。ああ、なるほど。なるほどね。この塾に行ってる3人見つけました。はい、学年は高校1年生です。あ、高 1、はい、高1、高校とか言える感じですか。やばい、言ったらやばかった。制服もう落ちちゃって。駒場東方高校。駒場東方出ました。これも進学校ですか。東大何人での年記念で65。うわ、多い。どうですか、この塾は。英語とかも毎週ちゃんと長文を解くので、学校だとやっぱその長文があんま読み足りないというか。東大60人出る高校でもまだ物足りひんことをやってくれるみたいな、はい、すごいわね。通学のペースとか、今高校1年生じゃないですか。この塾早いですか、進度は。今何やってんの。中3までで、その数 2B の範囲は終わって。中3までで数 2B 終了で、今でもう一周、昨年的なことをもう一周。なんそれ、マジで。授業のスピード新幹線や。いや、ほい。だからもうこの子らはめちゃできんねや。ねえ。あとやっぱり入ってびっくりしたこと。中学受験したんですけど、中学受験の時に同じ塾だったことを遭遇しがち。ここで出会いがち。九州でね。うち男子校なんで、はい、多分まあ女子と関わることもできる、はい、場所と。いや、嬉しそうやな。僕は全然関われないんですけど。女の子と出会ってなんかそういう話とか仲良くしたい子は数人いるっていうのは聞くんで、おまあちょっと羨ましいですよ。ワンチャン狙ってるやん。狙ってない、狙ってないよ。だから入塾条件みたいに聞いた。あ、入り方教えてくださいよ、この塾の。中2までは指定校の学校の生徒だと入塾試験とかなしで入れるんですけど、はい、なるほど。僕とか高1で入ったんですけど、その時は入塾試験受けて、それで受からないと入れないみたいな。なるほど。門前払いされたってことでしょ。塾入りたい言ってんのに、もう実力足りひんから入れたらへんみたいなことでしょ。結構うわー、そんな塾あるんや。ねえ、ほんと。お兄さん、この近くの塾に行かれてるっていうことですか。つくこまです。おお、出ました。出ました。泣く子も黙る。東大合格者数全国2位ですね。はい。この塾の名前の由来とか知ってます？東京大学その医学部を鉄門って言って、はいはい、東京大学工学部を緑会って言うんですけど、はいはいはい、その略を合わせて。はあ、ちょっと、ね、塾名は言えないですよ。塾名は言えないですけども、はいはいはい、なるほど、そういう東大にちなんだ。はい。じゃあほぼ東大志望ですか。そうです。学年は高1で。通ってる高校聞きましょうか。駒場東方一緒で。おお。でまあ、東大の駒場キャンパスの近く、はい、僕でもこの塾の存在大学入ってから知ったんですよ。あんま CM とかやってないじゃないですか。やってないです、ね、何で知ったんですかね。中学に合格した時に、はい、学校の校門前でファイル入りのパンフレットを配られました。あ、それで
で中学合格みたいな感じ、はいはいはい、それで知りました。じゃあもう鉄板ルートなんや。なるほどね、そこでね知るわけですね。名門中学校だけ狙い撃ちして。なるほどね、すごいな。配られへんかったな。いやお前北南中学校で配ってるわけねえだろお前本当に。どうですかこの塾は。ちょっと宿題が多いです。どんぐらいせな終わらんとかある。確かに今2教科1週間くらいですけど、はいはいはい、1教科3時間くらい。じゃあ6時間33でしょ。6時間やば。学校の宿題もあるわけや。それ以外にだから学校がちょっと終わんないです。わあなるほど。もう6時間ゲームやってたよ俺本当に完全に。入試問題とか解いたりすんの。いやまだ東大とかは手つけてないです東大以外は最近解いた大学教えてよ。早稲田さんの問題をちょっと待って待って高 1、高1に早稲田攻略されてます。いやマジお前浪人したわ俺問題の感想どうやった。結構難しかったですよでもいけた。まあ7割いやもうおいもう合格でいい。俺7割と浪人の最後だよ本当に高1にして攻略される早稲田駒場高校って。あ多いな。生徒数多い高校ランキング教えてよベスト3。あの塾でも、はい、多分一番多いのは開成。開成が多いんだ。あとは応援。応援の駒場、はい、そして真白百合で男子だと麻布駒と駒と。ああすごい名だたる進学校ねえ。いやそう考えるとマジですごいね本当にあの予備校を爆破したらもう一気に日本の知識層が減っていくわけでしょもう完全にカンボジアの。そう日本にポルポトがおったらまだこの塾潰すよ。やめとけお前本当にポルポト起こすな本当にもう。びっくりしたことありますこの塾入って、はい、たまたま知り合いだったやつがめちゃめちゃ頭良くて高1の春で東大数学6冠したの。いや全冠満点。満点高1の春答えは合ってたっていう言い方だったんですよ。なるほどね天才だね。あれなんだっけ東大数学。東大数学ほらやめろちゃうね。何ゼロ巻四半やってやめろ。文系数学系東大の文系数学ゼロ巻四半やってもうやめろ。ほぼみんな東大目指すの。理系の人は医学部か東大狙ってあ、まあ、勉強して、まあ、最終的に多分合格点が厳しそうだったなって言ったら、まあ、浪人するか、うんまあ、下げて早慶行くみたいな人がいいんじゃないかなと思います、うん、この塾に早稲田第一志望とかいるんですか。聞いたことはないチーンピエンピエンこの塾からしたら眼中になりそうですこれちょっと面白この塾の生徒見つけました。いやちょっと待って、いやこれあの F 団大学の方がいないお兄さん何高校。アザブ高校。アザブアザブ高校。アザブ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 高校。アザブ軍団。アザブ軍団。アザブ四天王です。やめろ髪型 OK なんこれ。あ自由なんや。自由。え大丈夫先生言われるでしょう。あ全然大丈夫。いや自由やな。いやすごいなだってあのワールドカップブラジル代表とかで降りそうや。やめとけお前そうだけなかったワールドカップ、ね、じゃあどうですかこの塾は。僕あんま行ってないんで。え生徒でしょ。でも生徒だけどあんまり行ってないんで。いやタイだな麻布生。やめろちょっと柴田に似てないほんまやほんまや柴田っぽくない。物申さんといてよ今日はなんでおんの。講習で。あ講習で。あのお母さん悲しい思いさせたくないんで。いやいや矛盾してる。いやだから家からは出る。家からは出るけど親は塾行ってると思ってるんで。いやいやいやクビになったサラリーマンかほんまに。あでも高3になってからぼちぼちは来てる。なるほどね。こっからちょっと心機一転して、お兄さんはどうですか、はい、この塾は。そうっすね。なんか空気が重い。あそうだよ、ね、授業中喋るといや殺されるんじゃないかな。もう死後現金、はい、やっぱそんぐらいピリピリしてんねや。まあまあ普通じゃない。なんかもう、ね、全然死後現金そうだよ。まあまあそうよ。なんで入っちゃったの。いやなんかここ入ったら 100% 東大受かるみたいな。いや出ました。謎の名声が轟いてる、ね、入るしかないな、ね。まあ、確かに入ったらね。いや僕の勝手なイメージですよ。各高校から優秀なやつがこの塾通うわけじゃないですか、はい、だから僕プロ野球でいうと、うん、オールスターやと思うのね、はいはいはい、各高校のエリートたちが集まる場所や思ってんの、はい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 、合ってるその認識。あ僕がいるんで間違ってた。麻布の三軍でした。やめとけお前お前。どうですかこの塾。そんな勉強面に関しては言うことないんですけど、はいはい、受付のおばさんが結構綺麗な人が多くて、はい、そうなの。あっちのでかい校舎の方が可愛いよ受付の。いいですね受付が可愛い。そういう喋ったりとかもできるんですか。いや喋ったりはできないですね。あなんか忘れ物をしましたとか言って話しに行くとかあります。なあ可愛いな。何としても喋りたいでや。そうなんです。はい
というわけで東大受験生御用達の噂の予備校調査やってきました。はい、やっぱすごいですね、うん、エリートたちが集まってましたですね。もう日本の地がもう集結しましたね、うん、はい、だからやっぱそこのハイレベルな争いの話が聞けて、はい、ちょっと僕も興奮しちゃいました ね。いやちょっともう学歴好きとしては学歴中だからもう本当にテンション上がりまくってた、ね、いや今日ねもう東大生の卵たちと話できたと思うとちょっと僕嬉しくなっちゃいました、ね、何なんだ本当にもうね、はい、ただみんなに気をつけてほしいのは、はい、やっぱエリートが行く予備校だってことですよ。まあそうですね、やっぱ凡人があそこ行くとやっぱ辛いと思う、はい、ついてけへんしレベル高すぎるし、はいはいはい、うん、ただそのエリート意識くすぶられて終わっちゃうんちゃうかなと思うんで、なるほどね、うん、通う人は選ぶ予備校なんは間違いないからないからと、ほぼ中1から行ってるからみんなあんな、そうですね、うん、で皆さん自分に合った予備校しっかり選んでください、はい、チャンネル登録高評価概要欄か Twitter の方もぜひお願いします。じゃあ今日これでボーイ。